皆さん、はい、せーの、最速パチスロ信頼実践アットアットベルシティ増殖店、イエーイ全然合ってません、全然合ってなかった。ここね、はい、あ、ここね、いますよ。おはようございます。なんとか無事、無事始まりました。無事、大加工からがね、はい、まず心配だったんですけど、そう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 、そこから始まったんでね、はい、朝早くから並びましたよね、はい、並びました。ぜひね、この人気台をお届けしたいということで、はい、ザルバですね、今日は、はい、そんな感じでちょっとバタバタですね2台打ちいいねって言ってます ね、あ、よかったよかった。本当はね、1台だったんですけど、ね、なんか急遽2台で、1台、はい、実践ということで、しかもね、台数が10台入ったのかな。うん、結構導入してますよね。しかもなんか、あ、これアマデジコーナーか、アマデジコーナーの、アマデジコーナー、はい、いっぱいに入ってる。まあ、そんな感じでこの番組のちょっと趣旨説明をしたいと思うんですけど、はいはい、お願いします。この番組はホールに導入された信頼打ち、はい、実践の中から気づいたポイントや面白がり方を伝えていこうというコンセプトとなっております。はい、さあ、本日は今日から導入される CRA がの根付きになれザルバとの契約をさやかさんと実践していこうと思います。はい、お願いします。はい、そんな感じで、これはガロの金色のザルババージョン。ザルババージョン、これね、カメラでね、映ってないけど、上にザルバの頭が出てるんですよ。いますね。そう、だからこのためだけの筐体ですよね。そのためだけの筐体、はい、そう、今、あ、寄ってくれてる、カメラ寄ってくれてる。しかも、うん、ガロシリーズ初のアマデジ。おー、そう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 、本当に99分の1のアマデジタイプ、うん、で、スペックなんかは後々説明していこうと思うんですけど、はい、でもこの前の金色とか打ちましたか。金色はまあ打ってました。でもちょっと最近でも魔界が多いから金色を忘れつつ、あ、魔界の花ね、うん、結構入れ替わったもんね。そうですね、久々の金色なんですよね。多分その辺も継承してますし、うん、あとは新演出などもあるので、新演出もあるみたいです。はい、はい、その辺さやかさん、どん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 、わかりました、言ってくれると僕助かるので僕はコメント拾ってくれるんで、ね、コメント頑張りますんで、了解です、よろしくお願いします。まだ大丈夫ね。はい、なんかもうハブさんの昨日についてとか聞いてる人いますけど、ハブアゴ以外に仕事あったんだなって。そうなんですね一応ね、たまにあるんですよすごい突っ込まれてますね。はい、はい、まあ、アマデジだから今日は当たりがバンバン見せられると思うんで。そうなんですよね、はい、そこの良さを出せればいいかなと。そうですね、うん、思います。一撃3万発とかあるらしいよ。マジで本当に。でもなんかスペックで言うと、あの、雨海に近いような感じ。そうなんですよね、オール ST、うん、6回転の ST かな、6回転の ST プラス時短が何回つくかみたいなものなんで、一撃3万ってすごいな。3万いけんのかな、はい、でもアグネスとかでもそういう報告聞いたことありますから ね、 かね、やっぱ今日は一撃1万発ぐらい浴びせたいな、はい、一撃一撃きつ、いけないか。16取れば今日朝一行こうかと思ったけど起きれなかったね。そんなもんすよね。ただ今日すごいよね、寝台ここもなんですけど、そう海、うん、海ジャパンとアクエリオンとバカボンで、あとスロットの方もエヴァンゲリオンとかね、うんうんうん、入ってますんで、今日はすごい日じゃないかな。ねえ、盛り上がってますね。うまくね、お客さんも散らばってくれたんで、はい、2台打つことができる。なるほど、そうですね。赤炎、熱いですか。あ、熱くはないです熱くはない。緑保留ので、なんか今回は、はい、このノーマルリーチ後かなんかにフェイスオブザルバーが出るような演出があるそうでムーに出てる人ってムー好きだけどムー出てないよ私あ、今までさやかさんの声が聞こえなかったんですけど。嘘、はい、聞きました。聞こえました。よかったよかった。よくでも会話成立してましたね。あ、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 え、ちょっと待って、ちょっと待って。アニメで当たった。これでアマならではなのかな。アマならではでしょう。でもちょっとすごすぎだと思うよ。ちょっとびっくりしちゃった。だって緑保留でしょ。赤炎だけだよ。よきよき頭が出てきましたね。出ました。はい。びっくりした。これは当たるとは思わなかったから、ちょっと。ね、いや全員びっくりしてますよ。予想米の魚群はいいので早く出玉の群を見せてくださいお、うまいこと返してきた ね、 うまいこと言いますね、うん、返してきたね。今日はいいね今日はいいね。今日はうまいこと言い合いがするから、ね、うん、座布団飛び交っちゃいますね、うん、これって信頼って、そう、今日から全国導入の信頼。そうです、うん、ザルバとの契約だけだ。
そうガロ金色になるザルバとの契約、はい、だから新体ホール初日で生放送って結構すごいことやってるから、ね、すごいことやってますよね。あこれよさげ、あよさげ、あどうだろう、続けばいいよ。16ラウンドは 6% じゃないの、 6% ですよ、うん、赤止まれ、赤だよね、赤欲しいよね今ので、ね、もう一回もう一回いくでしょう。オッケー頑張りましょう、頑張りましょう。結構王道パターンだよこれ、うん、王道パターン。さあここですよ、天運とかさ、もう自分ならここでシャメかぶ、守りしものってさプレミアじゃなかったですっけ、7点あこれはもらえ、これもらえました、これ多分大事、これ守りしものってあれじゃなかった、守りしものは外れもあるでしょ、え外れもありますっけ、守りしものってでもこれは行きましたね、新演出で7点だし、はい、これさ 6% 引いたよね、7だったらそういうことかこれ 6% やってるよね、 6% やったおい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 、え、でも金ズララはあれ13だね、あ、だ 3D 出ました、超 3D これすごい、あ、出た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 、すごい音しますね、音がすごい、ヨキ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 、あれピンピンってなったよ、これでも7は16だと思うよ、7って16か、あ16だよ絶対、まあ、いや6ラウンド以上って書いてあるよ、357は357は6ラウンド以上、さすがに、で、あそうだラウンド中に、あ CS だ、 CS が出て、ああ見てザンバ、ザンバ、ザンバとの保留、出た出た、ザンバ出た、当たるは当たると思うんですけど、はい、これがラウンド中に何だっけな、 G ボーナスみたいな、そうガルといえばね、ラウンド中も楽しいからね、うん、成功すると16ラウンドになるっていうことなんで、これはいいのが見せられるなえ、ザンバ、ザンバは大丈夫なやつでしょ大丈夫でしょ、大丈夫なやつでしょ、ただちゃんと素直に当たってくんないね、ね、まあ全然全然大丈夫だよ全然大丈夫、大丈夫だと思いますよ、入った、うん、ああちょっと気持ちよく当たってほしいけど ね普通にブルブルっと来てほしかったですけど、あやったぜやったぜ、ザルバが喋ったよ、ザルバがやったぜって言ってましたね、外れたら面白い、外れたら結構事件ですよ、ザンバホリムはで、これで途中でラウンド中に G ボーナスっていうのがものが、緑ってどうなん、テンパレ、あ、あ、テンパだ、おー初テンパイ、あ、ブルブル、ブルブルボタン、そしたら2が止まるちょっと待って、俺お助けが当たりました、お、そしたら右打ちですね、こちらからラスト、あ、テンパったよ、あ、奇数テンパイじゃん、うん、どうなの、あ、ガロケの方、あ、だったー、俺なんかすげえ頭が出てんだけど、なんだこれあ、よかったよかった、やったぜ、お前の月は確かなのかっていうのが当たりました、ちょっと待ってください、俺の台がざわつきまくってるんですけど、あ、ダルマのチャンスだから頭が出てるんですね、毎回頭出てきますよね、ちょっと疲れてるでしょうね、疲れ目なんですね、うん、じゃあ振り分けの、はい、振り分けだけちょこっと説明できますか、ね、そうですね、へそ電柱共通でですね、16ラウンド各辺が 6%、 これ引いたら絶対、電サポ100回です、あー、すごい、待て待て待て、ボーナスチャレンジ出た出たよ、これが成功すれば16ラウンドだから、16ラウンドの当たり方はここからしかないと思うんですよね、おおおお、お、何のチャレンジしてんの、なんかね、羽が開いてる、あそこに何通過したら、なんか16ラウンドっつっても通過しなかったね、通過するってどういうこと、V アタッカーみたいな感じで行くんじゃないかな、入らない、うん、
赤い赤い、俺様に任せておきな。あ、なんかセリフ的に熱そう。あ、顔が出てきた。顔出た。ザルパト点灯させろ。上のね、パトランプがね。あ、パトランプね、これね、うん、いきますよ。あれ早っ。貯めるとかないの？全然ないです。俺連打かと思ったら違うんだね。すぐ押しちゃったの。点灯させろでさ、パトランプいっぱいあるから、うん、連打させしたらもうテレビ的なこと考えないですぐパトランプ点灯させちゃった感じですよね。多分そういうとこだぞって、うん、結構怒られてますね。あ、今度は4ラウンドだった。じゃあ20、あ、そうだね。あ、こいつはでかいぞっつって。こいつはでかいぞ、はい、だ誰に対して言ってんだ。全然わかんない。え、あ、同じ同じ図柄。あ、なんか熱そうですね。同じ図柄。これプレミアでしょ。絶対違う。もっと気合を込めろ。足りないって気合が。おう、はい、ここから2段階目いったからダメじゃん。え、まあ、プレミアではない、ないんだね。こいつはでっかいぞが。まあでも台のやる気は感じられるね、これ。ほら、またテンパったもん。ほんとだって、さっき1回もテンパらずに終わった。あ、あ、来た来た来た。はい、来た。超簡単なんですけど。私2連が限界なんですけど。今のさ、ダブルだったじゃん。ダブルだった。あれでね、2回転いかれてたから。あれで2回転いかれてたんですか。そう、あれで1回転じゃないね。なるほどね。なんだ、6 5 4 3 2 1。俺が VFX 入ったところでさようならかな。ですかね。 お疲れ様です。いいタイミングだよね。タイミングだよね。でも大したことないんだよね。あ、あ、でも、き、あれ、あ、あれ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 、同じ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 、7点。どうする、どうする。え、7点なんだ。7点。あ、これダメなやつ。ダメだね、そっちは。ダメなやつだ。漆黒の、でも漆黒の一番熱いやつ。赤プラズマ出れば 50% あるよ。うまいこと言ってる。ザルバからのさらば。あ、上手。うまいよ。あ、灰色さんいますね。これはいいね。あ、ダメだ。あ、ワイプが映ってますね。あ、本当だ。ハブ、今リンポじゃなかった。全然見てなかったっす。で、こっちダメ。はい、こっちは残念でした。一緒にはいけないか。やめてよ、そういう有料になってからさ。一緒にはいけないか、やっぱり。気持ち悪い発言するのやめてもらっていいですか。何ですか、いきなり。あじゃねえよ。あじゃねえよ。なんかいきなり態度変わったら、あんたもうちょっと、もうちょっとだと思ったのにな。いきますよ。押し込む。はい。ああ、出た。117回転ですね。7ですよ、7。ハブ最低。それ最低だよ、あの発言びっくりしたわ。多分警察で言ったらちょっと取り合ってもらえるぐらい。スイッチオン、スイッチオン。あ、スイッチオンだ。え、なんレインボー、え、これあるよ、16でしょ。え、7か、え、7から7に来ました。いや、ないでしょう。これは16です。ですか。こんな贅沢な7から7に7から7で16ですよ、これ。しかもスイッチオン出てましたね。スイッチオン出ました。あ、なんか出ましたよ、初代チャンス。あ、おい、初代チャンス。あ、すごいすごいすごい。これ成功で保留連。見えないな。見えるかな。見えないか。今のところすごい全然通ってない。全然通過してないですね。失敗。え、すげえ失敗してんだけど。ダメだね。なんだろう、小当たり的なのを引いちゃったんかな。いや、多分出れば結構熱かったんだとは思いますよ、この保留連の。あれ、演出が出ればまあまあ期待できるんでしょうけど。ハブが当たっても祝福込めが一切ない、ね。あ、ガラボー。あー、すごいすごい。
初代からの G ボーナスだ。いったれ、ほら、おい、いっちゃえ、いっちゃえ、いけ、ブー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 言ってる、あ、ブーブー言ってる、いけ、6ラウンドじゃないや、6%、ほら、いった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 、ほらな、そういうことだよ、出た、やったぜ、出た出ただろ、今日初の真実を、ほら、全然期待しなかったけど、すごい今のびっくりしますね、初代からの、ちょっと待ってね、バタバタする、あ、赤保留、赤保留来たよ、これ俗に言うお詫びってやつですか、お詫びですね、しかもギリギリだよねえ、まあ、あと9回91回転目、危ない、緑だって、閉まる、金色になるんだ、よし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 、これ王道パターンだよね、ねえ、この波が、あ、レジェンド当たり当たり当たり、すげえ、レジェンド当たり、天才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 、あ、なんか顔は出ないけど音だけが、え、 すごい、うふぅ、やっぱいいのが見れるね、ねえ、また一緒に SG できますね、これ。ああ、並んで SG。よし、行きましょうか。そちらが先に SG へ。先に行ってきます。でも、火気はしてる。これ当たっちゃいそうだな。なぜ、どこら辺から？なんか醸し出す感じがありました。ざわついてたよね。ざわちんしてました、うん、いや、私ないと思うな、それ。テンパレでしょ、閉まるし、閉まるしよ、緑保留じゃないの、あ、来たなっちゃおうか、なっちゃうの、なっちゃおうか、パニクってるよ、行っちゃいましょうか、じゃあ連打しちゃいますよ、ああ簡単、何見てたんですか、全然わかんないですね、すごい、え、あ、いいですよね、俺怒らないよね、すごいなんか冷たい目で見られてましたね、なんかさ、ね、ディレクターさんが変な目で見てるんですけど、すごいね、おいおいみたいな目をしてましたね、出していいんだよね、それはもう下に箱がなくなった、なくなったんですよ、だからこの弾を使い切る前に当てたいですね、これのちょっとね、姿勢がね、きつくて、はい、右膝が、あ、赤ビジョン契約だ、契約だね、膝が外れそうなんだよあ、いいよ大丈夫ですか、大丈夫、青、いやー、できなそう、これこれで一回やってみましょうよ、どうしていいや、スプリンクラーが作動するのが見たいんだって、あ、楽しそう、うわ、虹だみたいな、家で虹が見れるみたいな、あれ作動したらもう家お釈迦でしょあ、おか、これダメだ、あ、でも緑、そこで緑入るんだ ね、ああそうなるわ、状況教えてください、今ね、さやかさん、ああ復活、え、状況を言うとこれね、ザルバの契約失敗しての、うん、これ結構すごいよね、漆黒ガロで、しかも 青タイトルだったから、まあないなと思ったら緑のエフェクト出て、うんと思ったら復活だ、復活だね、あー、ダロホリ来た、一回外してんの時短中、私、あー、熱い、これは熱い、これはいったわ、え、あれ、いやいやいや、
いや大丈夫でしょ、閉まるでしょ、閉まる閉まる、閉まった閉まった、熱いよね、熱いよね、マテンシね、頑張れ、おう、あーよかった、引き戻った、あ、青々で激アツなの、ごめんなさいね、そうなの、嘘だ、青々で外れるよってことで、どうしたの、速報が出てるじゃん、速報出ましたね、ハブ、ハブ終了のお知らせがどういう、そう、もう台数すごい入ったじゃん、そうなんですよね、台数がアマデジとは思えないぐらいのあれですよね、すごい入った、うん、頑張ってくださいよ皆さん、頑張ってください、僕今日の感じはすげえいい印象でした、僕は、うんうんうん、面白かったし、うん、じゃあいいのかな、さやかさん、私の方は、はい、まあ、アマネジならではのその当たり方があると思うので、そのやっぱ電柱保留で当たるのってなかなか見れなかったと思うんですけど、それを体感できるっていうので、まあ別に恩恵とかはないんですけどね、あれで当たるの気持ちいいですからっていうのと、まあそのプレミアも多分まあ当たりが多い分見やすくなってると思うので、その辺苦労してた方はぜひぜひ打ってみてください。あれこれどっち、あれどっちがどっち、僕は5000発ぐらいです、いや私も5000、あのね今最初渡されたのが5572なの、はい、でもう一つ渡されたのが5508なの、70玉とか60玉ぐらいしか違わない、うわ分かる、すごいね、だからほぼ一緒ですね、うん、で多分投資もそんな変わんないから、うん、うん、同じぐらいだね、同じぐらい